オスボーン1、オスボーン1、オズボーン1は、が1981年4月3日にリリースし、商業的に成功した、最初の持ち運び可能な、オールインワンマイクロコンピュータである。重量は 10.7kg で、価格は 1795US ドル。オペレーティングシステムとしては、当時人気のあった CP-M2.2 が動作。OS 以外のソフトウェアも多数バンドルしており、 それらを別々に買うと総額がマシン本体と同程度になる。このような販売手法は他の CP、M コンピュータ業者も追随することになった。このマシンの一番の問題点は5インチの小さなディスプレイと容量が小さすぎて実際のビジネス用途では使い物にならないフロッピーディスク片面単密度にある。設計は1976年に パロアルト研究所でアラン・ケイが試作したに強く影響されている。オスボーンジ話が設計し、アダム・オズボーンが開発した。1981年4月に発表。アダム・オズボーンはコンピュータ関係の書籍を書いており、コンピュータの価格破壊を起こしたいと考えていた。持ち運び可能なデザインであり、ABS 樹脂製のケースに持ち手がついている。ほどの大きさと、 重さで、旅客機の座席の元に収まる、唯一のコンピュータだと宣伝された。HC-20 のようなポータブルコンピュータに、比べると重く、今では、ラガブル、移動可能、過半という方がふさわしい。不格好なデザイン、第二次世界大戦中の携帯ラジオと DC、DC-3 の、ーキパネルの中間と、重さ、フェルゼンスタインは2台のオスボーニに一応、 日本市会場までの4ブロック徒歩で運ぼうとして、両腕が肩から消そうになったと10回しているにも、かかわらず、発表後の8ヶ月間で1万千台を売り上げた。ピーク時の売り上げは1ヶ月で1万台に達している。1981年9月、オスボーンコンピューターカンパニーは1ヶ月の売り上げが100万ドルを突破した。同社がなどの改良した後継機を早まって発表したため、 売上が急速に低下した。このような現象を後に、オズボーン効果と呼ぶようになった。オズボーンは1982年から1985年まで、ユーザー向けの雑誌ザポータブルコンパニオンを発行していた。D. フェルゼンスタインの電子メールによれば、製品化まで20台のプロトタイプが試作されたという。オズボーン1は、他のコンピュータメーカーに真似をされ、 より低価格のコピー商品が出回った。結局、K Pro E というよく似たマシンがオズボーン1の人気を奪うことになる。K Pro E はより実用的な24行80桁表示可能な9インチディスプレイと倍密度フロッピーを装備していた。オズボーンコンピュータは K Pro の挑戦に対して有効な対抗策を打ち出せないまま CP-M ベースの8ビットコンピュータの時代は 終焉を迎えた。IBM が最初のパーソナルコンピュータをリリースしたのは1981年8月であり、互換機が活況を呈するまでそれほど時間はかからなった。後に、コンパックがオスボーン1によく似た形状の PC、AT 互換機のポータブルコンピュータコンパックポータブルをリリースしているディスプレイは9インチ、価格は3590ドル。 オズボーンコンピュータは1982年に後継機、オスボーンエグゼクティブを発表。1983年にはさらに進んだを発表。しかし、競合他社を撃退することはできず、1983年9月に倒産した。倒産後に後継機、オスボーンビクソンが完成し、オスボーンマイナス4として1985年に発売されたが、売れ行きは芳しくなかった。 メインメモリは4116型の1 6ロビット、DRAM で6 4イトを構成し、ビデオラムとしても使用する。パリティはなく、マザーボード上に拡張スペースもない。ブートローダと BIOS の大部分は4キロバイトのエプラムに格納されていて、バンク切り替えされる。もう一つのエプラムがキャラクタージェネレータで文字やグラフィックシンボルのパターンが格納されている。CPU が 直接、キャラクタージェネレータにアクセスすることはできない。ASCII で使用しない8番目のビットを、アンダーライン付きの文字を表すのに使っている。シリアル通信は、メモリマップされた MC6850 を使用し、マザーボード上のジャンパーの設定で300、1200、棒か600、2400棒を選択できる。フロッピーディスクドライブは、 富士通の8877ディスクコントローラ、ウェスタンデジタルの1793のセカンドソースで制御している。パラレルポートはメモリマップされた MC6821PIA を使用しており、完全な双方向通信が可能。マニュアルには IEE488 準拠だとあるが、その用途で使われることはほとんどない。このパラレルポートは、 マザーボードの端にエッジングされたカードエッジコネクタがそのまま穴から覗いている形状で使うには特別にコネクタを作る必要があった。FDD はシーメンスまたはうんきのフルハイト5.25インチドライブだが駆動回路基板はオズボーンが設計したものに置き換えられていてマザーボードからの電力と信号を一つのリボンケーブルで給できるようになっていた。電力供給は 通常のドライブが設置用に予約している線を使っている。画面表示にはメインメモリの一部と TTL 論理回路を使い内蔵の5インチモノクロモニターに表示する。カードエッジコネクタ経由で同じ信号を外部モニターにも供給できる。表示フォーマットはどちらも同じである。主要 LSI 以外は全て TTL の汎用ロジック IC を使用している。 オスボーン1では当時人気のあったオペレーティングシステム CP-M2.2 が動作した。マニュアルでは使用可能な ROM BIOS について詳しく解説している。オスボーン1にはアプリケーションソフトウェアがバンドルされていた。ワードプロセッサのワードスタル、表計算ソフトのスパッカルック、言語処理系のとトという当時人気のあったアプリケーションでいる。 これらソフトウェアだけで通常販売価格は1500ドルにもなる。正確な同梱ソフトウェアは販売された時期によって異なる。例えば D ペース E は初期には同梱されなかった。オスボーニ1はバッテリーを内蔵しておらず、電灯線で電力を供給する必要があった。電源回路はスイッチング電源である。なお、市場には1時間の駆動が可能なバッテリーパックが 出回った。初期モデルは 120V、または 240V のみに対応していた。後期モデル、1982年5月以降出荷は、120V、または 230V、50Hz、または 60Hz をスイッチで切り替え可能となっている。サードパーティー製の周辺機器が登場している。オスボーン1のアップグレードを請け負う業者もいた。倍密度。 FDD への換装、外付けハードディスクを接続可能にする改造、FDD 米にバッテリーバックアップ付きのラムディスクを装着するなど改造が行われた。オズボーン自身も表示を54桁から80桁にスイッチで切り替えるアップグレードを行った。オズボーン1はビットマップ表示のグラフィックスをサポートしていないため、ゲームは基本的にテキストアドベンチャーなどの文字ベースだった。 例えば、探偵物のアドベンチャーゲームは、大型の封筒のパッケージに5.25インチフロッピー2枚、説明書などで構成されていた。コロッサルケーブアドベンチャーは、コンパイル済みのバントンシックインタプリタ版が入手、可能だった。文字ベースのグラフィックを駆使した、シェアウェアのゲームもいくつか登場した。映画、フィラデルフィアエクスペリメントには、オスボーン1が登場するシーンがある。 同じシーンで、その手前にコモドール64も見える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。